サイス君、今は授業中。間違いなく、サイス・マサタカ君、あなたの話です。そうではありません。サイス君は、訓釈師という称号をご存知ですか？ええ、もともと、国に対して多大な貢献をした人間には一大限。いえ、サイス君にはあるんです。先日、グラーフィンをファンダメンタ、それに加えて、ベルクシュトラーセ公国のお家騒動を未然に防いだことも、表向きに出せなくても国にとっても救済。ですが、グラーフィンの意図を見抜き、さらにハンスを食い止めた行為は、他の誰よりも重要なことでした。あの事件で、加害者以外、怪我人が出なかったことも、あなたの働きによ。ええ。ですが、ベルクシュトラーセの女王や首脳には真実が伝わっていました。
をしました。初歩的なことですよ。私が多い継承権を放棄したところで、やっぱり気にする層はいるんです。後継者問題は、むしろ先日の事件で露呈したと言っても過言じゃありません。放棄したことを内外に知らせることができます。さらにできるだけ現在の権力とかけ離れた相手なら、国政に口を出す可能性も減るというわけです。しまいましたし、私としては計画を黙っていたことは違いありませんし、先輩としても私とくっつきたいとは思わないでしょう。おそらく厄介を背負う。